文化庁による国語調査の結果が公表され、世間連れという言葉について過半数の人が本来とは違う意味で使っていることが分かりました。世間連れとは本来、世間を渡ってきてずる賢くなっているという意味です。しかし今回の国語調査によりますと、世間連れを世の中の考えから外れているという誤った意味で使っている人が 55% に達していました。9年前から20ポイント以上増えています。世間を渡ってずる賢くなっていると本来の意味で使っている人は 35% でした。文化庁は正しい意味を知ってもらうため動画を公開するなど対策を取っています。